おはようございます。速稼塾の久保です。いや朝ね、皆さん、今回は7月頭から巨大利益おめでとうございます。何名かの方がね、私の動画ずっとしつこく111円回復倍で狙っていくんだよってことをね、やっぱずっとね見ていただいて、納得していただいて、そして信頼していただいてですね、ちょっと今回大きめのロットを入れましたよね。その辺も込みで今日は解説していきますと同時にですね、FX のやっぱり相場解説っていうのには順序があります。その辺もまあ初級講座だと思ってね、聞いていただければと思います。今回はねすごいですよ。じゃあそろそろ画面を切り替えていってみましょう。7月1日でございます。はい、朝6時になりますね。これが月間の足になります。でこの月足なんですけども、月の変わり目には必ず見てください。そうすると1ヶ月で閉じたこのロウソク足が見えることになります。ロウソク足1本が1ヶ月ですから、結構ねこれで数年分が表されていますね。懐かしいな。私が FX を始めた頃のそのチャート足、5年前のものもこの中に含まれています。あれからぐーっと下がって、政権が変わって上がってって感じに見えるんですけどね。感慨深いですね。ここで言えることなんですけども、それはですね、ある一定のところまでは収束できていたんですよ、こういうふうに。で下の方にブレイクして変わっていきましたが、今またね政権が変わって上昇方面にあるかなっていうところですよね。まあこういうふうにぼんやりと捉えていく。そう考えるとここはものすごいトレンドは荒れ場だったってことが分かります。儲かる人は一方的に儲ける、その期間が少なくとも3つあったんですよね。短期間に億万長者ができた、そんな時期が3つありました。もっと前にはこういうところもありますけどね。そういうふうにチャートを振り返って捉えることができます。でこれからはですね、この大きな波、例えばこの大きな線があるでしょ、これが形成中に分かるかどうかっていうのが FX の力がついたかどうかっていうところの一つの指標になりますんでね。月足を見ていきました。では次は週足です。やっぱり月が変わったら週足も見ていきましょうね。ここでは前々からお話ししていたエリオット波動をなぞることができます。エリオット波動完成です。ここからスタートしたエリオット波動が第1波を形成して第2波を作ります。で第3波を作って、第3波一番長いですよ、第4波第5波という形で推進波を作りながら、ここから調整波がね1,2,3と入ってきて、調整波の後はこの推進波の一番高いところを抜けていくという原則がありますよね。それに従って私はずっと解説とトレードしていきました。今どうですか、抜けてるんじゃないですか。抜けましたよね。111円に回復したでしょ。全て言った通りです。ただここではですね、こちらの抵抗がありますんで、伸びがそろそろ止まるかもしれないなと思っております。その上で移動平均線なんですよ。移動平均線が上昇方面に向かってるなってことが確認できるんで、まだ強気の場合を続けていこうかなっていうところでございます。ね。だから移動平均線ありきじゃないんですよ。移動平均線はあくまでも補助的な指標です。よろしいですかね。ではデイリーの方を見ていきますよ。デイリーもなかなか面白いですよ。こちらの方を超えたよねってことをまずは言っておきます。はい。現在111円の109円ですね。それから、ぐーっと下がった後、ずーっと下がった後にチャンネルラインがこういう風に引けるっていうのは前々から申し上げましたよね。で、どこで大きな利益が今回取れたかというと、このね、売りの陽線、陰線ですけども、その陰線っていうのは倍に向かうために一回沈んでるんだよってことを、一昨日お話ししました。で、その後、しつこいぐらい倍なんで、これがすぐに上昇するか、もしくは下の方まで沈み込んで、チャンネルラインで転換して倍に行くか、これが分からないんで、注意深く見ていきましょうっていうふうなね、そんなことを申し上げましたけども、当然私は夜中でも今回はね開きながら巨大ロットを追撃でこのぶっとい陽線を全て取ったということを今回申し上げます。で私に追随した方も同じようにやって倍で取れたと思います。私はこの数日間倍としか言ってないんですよね。先週先々週倍としか言ってないです。買えとしか言ってないですね。よろしいですかね。勝ってたんですよ、これで。で、次4時間見ていきますよ。4時間ね。すごいですね。行きましたね。上昇トレンドがあるっていうふうなことは昨日も申し上げました。ね。こんなに早くね、上昇してくれると思わなかったんですけども、
まあ、1本目のこの強い陽線で、すでにこちらの強い陽線を意識できたと思いますんで、遠慮なくここでエントリーしたと思うんですよ。私もここでエントリーしました。ね、上昇するのを確認して、エントリーってことですよね。今回はね、ラッキーでしたね。毎日見てるとこういう流れにも出会える1時間足です。文句ないですね、もうね。これを全部取っていったってことになります。ここでも再度玉を持って、ここでも再度玉を持ってって形で来てると思いますよね。で、現在こちらの方に反応してちょっと止まり気味であるかなっていうふうに考察しています。ただここからもう倍の方に行くんじゃないですか。111円、ね、バイデン政権に変わってからこちらの上昇の流れがすごく大きくなっています。今後115円とか120円とかそっちの方面に行く可能性も大いにあります。これからはそこまで単純にいかないと思いますけども、ここまではかなり簡単に取りましたね。特に6月30日から7月1日に渡るとき、この変わり目に多分7月のね、1ヶ月分の利益はもうすでに取れてるんじゃないかなと私は思います。ということは、私と同じようにエントリーをしている私の解説を聞いている人はそれに準じた利益が今回取れてると思うんですね。さあ、いかがでした。ずっと私はバイの方で皆さんに語り返ってきました。その真骨頂が今回ですよね。大きく上の方に上がると。バイデン政権に変わってからバイの方ばっかり私は見てきましたけども、皆さんと一緒にね、今回もバイで取れたのは私自身にも自信になりました。ありがとうございます。それではね、ここからですよ。ちょっと冷静にならなきゃいけないのは、大きな利益を取った後は必ず精神が壊れてます、崩れてます。ですので冷静に見るという視点が必要になってきますので、この7月1日はしっかりともう一回見ていきましょう。そして米国雇用調整に備えていきます。それでは明日はその辺も合わせて解説していきますので、お楽しみに。では失礼します。